定詞、今度は副詞用法の原因を表す副詞用法。はい、私は、はい、嬉しいです、ね、嬉しい、はい、なんで、またあなたに、あなたに、あなた、あなたに、はい、手動式、あなたに、はい、はい、会えて、ね、嬉しいですね。はい、こういうふうに、あなたに会えて嬉しいです、ね、つまりこれも就職先は嬉しいですっていうね、述語を表す言葉だね。連用就職語になる。だけど、前みたいな目的とは違って今度は原因だよね。つまりこういう嬉しい気持ちの原因になってる、ね、これも、副詞用法だけどこれは気持ちを表す、原因の副詞用法。はい、今度は私は、はい、悲しいですね、悲しいですね、はい、その知らせを、はい、聞いて、はい、その知らせを聞いて、はい、はい、その知らせを聞いて、聞いてね、はい、聞いて悲しいですね、はい、聞いて悲しいですね。これを就職、これも気持ちを表すところを就職してるね。はい、原因を表す副詞用語。副詞っていうのは日本語で言った時の国語の文法でも副詞っていうのは述語になる言葉を就職してるね。だから副詞的用法っていうのも英語で言う時にも必ず連用就職語になってるというわけです。もう一個なんかあるよ。はい、それはまた別の話。